簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。おはようございます。と今日はおまけということで、ポートの話もう少ししたいと思います。プログラム自体は、まあ、こういうプログラムを作ったんですが、とマイクロビットのホームに行ってもらって、と2回押すとホームに行くんですが、とここの中で、ポートの話をいろいろしています。でまあ今日のおまけは子どもたちにっていうよりかは先生や大人の人向けに、あるいは中学生であれば理解できると思うんですが、まあ、中学生向けに少し説明したいと思います。と今2回をしてホームページに戻りましたが、こうたまにこういうふうに英語のページになっちゃうことあるんですね。この時は驚かずに、ここですね、この一番端に、これ普段日本語ってなってるんですが、ここが英語に変わったり外国語になったりしてしまいます。この中から英語から日本語に変えてもらうと日本語になります。逆に言うとですね、これだけの外国の言葉でマイクロビットのページは書かれています。お隣の韓国であったりね、なんと他はどこでしょう、いろんなこれドイツ語かな、ドイツ語だったりということで、まあ、いろんな方でも触れるような工夫がしてあってですね、と今日紹介したかったのは、いつもこのプログラムを始めましょうということでするんですが、この始めましょうのプロページですね、検索していくページ、ここに行くとこの機能っていうボタンがあります。ここにマイクロビットでできることが書いてあって、ここにコネクターの話があるんですね。まあ、いろんな、前回言った加速度センサーは実際ここにあります。でこれがプロセッサーで、温度計はこの中にあります。それから、まあ、Bluetooth って聞いたことあるかもしれませんが、そういう無線でやり取りするようなこともできるようになっています。でここにエッジコネクターということで、コネクターの説明がしてあって、まあ、普段ワニ口クリップで使うイメージで、この5つは大きな穴がついててですね、つかみやすくなってますが、実はこの小さいやつもそれぞれポートでですね、とで裏と表では別の割り付けになっていたりして、と非常に多くのことができます。で、まあ、私はこのペースで1日1つずつ説明するんですが、いろんな機能を見てみたいっていう人はこういうところを見ていただいたりで、まあ、それに合わせてと LED のプログラムだとか、点滅するハートだとか、 Python っていうちょっと高度な言語の話とかもあるので、と、まあ、ブロックでプログラム組むんではなくて、他にこういろんな Python っていう言語で組むこともできるので、非常にマイクロビットは応用性の高い、ハードウェアになってます。だから本当はですね、この中学生、小学生向けのプログラミング教室というだけではなくてですね、本当は大人の人に触ってもらって、工場で温度を測るだとか、いろんな工場で動いている機械の回数を測るとか、そういうものにも使えるのでですね、ぜひ子どもたちに限らず、私ぐらいの年のお父さん、お母さん、もっと若いかな、お父さん、おじいちゃん、おばあちゃんかな、僕になると。でも、頑張って子供と孫と一緒にやってもらいたいなっていうのが願いです。今日はこのエッジコネクタというのの説明ということで、おまけでちょっと大人向けにとマイクロビットの機能ですね、こんなことができますよっていうのを紹介しました。非常に短い動画ですが、実際にはですね、この機能っていうページを見ていただいてと、気になるところをね、こうクリックしてもらえればと思います。実は面白いのは、このマイクロビット LED の部分は光るだけじゃなくて、光のセンサーにもなってるんですね。だからどれぐらい明るいか暗いかっていうのはマイクロビットで測ることができます。本当にいろんなものが集め込まれたマイコンになっているので、ぜひぜひ大人の人も子供や孫と一緒になって触ってもらえたらなと思います。で、先生方に向けてはですね、ここで使ってるパワーポイントのデータを、まあ、こういう教材置き場ということで置いていますので、よかったらそちらのサイトに行ってもらって、ダウンロードしてですね、
いろいろ活用してもらえたらと思ってます。はい、人生100年と言われてます。まだまだ50歳でも伸び盛りだと思うので、一生懸命勉強しましょう。では今日も一日いい一日になりますように楽しみましょう。ありがとうございました。ご覧いただきありがとうございました。このマイクロビットを使ったプログラミングのチャンネルになります。小学校のプログラミング必修化を少しでも応援したいなということで始めています。